ふじきです。あんです。ふじきてやんところです。よろしくお願いします。アイスフレンチトーストを作ってみよう。アイスフレンチトーストって何？アイスフレンチトーストとは知らない人ですよ。溶かしてフレンチトーストの液体をアイスで代替えするってことだよね。そういうことです。さすがこゆきちゃん、わかりやすい。やった。では早速作っていきましょう。ということで、キッチンに出してきました。材料紹介こちら。スーパーカップバニラ、スーパーカップ抹茶、スーパーカップチョコレート。そして、その辺に売ってる食パン。食パン。材料がたった。これだけ。いいね。すごい、2個しか使わないのすごくない？簡単か。パンの耳をね、落としておきたいと思います。今回はね、時短を考慮して染み込みやすさを重視したいと思いますので、アイスの方をね、入れていきましょう。あ、でも2枚分としてはいいんじゃない？これくらい、いいぐらいですね。はい、溶かしていきます。はい、1個ずつ入れちゃいます。いくよ。いいよ。ポン。はい、オッケー。これをレンジで30秒チンしていきます。だいたい30秒ぐらいでもうじゅわっとパンの中にね、液が染み込むんで、今度裏返してもう1回30秒ぐらいチンします。おお、すごい。なんかカステラみたいな感じ。ほい。はい。おい、めちゃめちゃ吸ってる。はい、じゃあこれを焼いていきましょう。バターを入れて焼いていきたいと思います。はい。弱火にしておきましょう。ではこちらを焼いてまいります。はい。おお。おお。美味しそう。最高の光景が広がっている。すごい。はい、これでしばらく様子を見て焼いていきます。はい。じゃあ同時にチョコレートのアイスもね、小雪ちゃんにやっていってもらいたいと思います。チョコレート。もうズドン。おー、いいですね。いたしまして、おー、おー、チョコがめちゃめちゃ甘そう。チョコがいる。やばー、すごい。とってもチョコがいる。すごい、チョコチップがなんか埋め込まれてる。良き色がついてる。良き色、フレンチトーストの色してる。いいですね。すごい、焼き色がすごいことに。わー、かわいい。ということで、こちらをちゃんと盛り付けて食べていきましょう。はい、こちらで完成しました。いや、めちゃめちゃ美味しそう。美味しそう。もうスイーツパラダイス。いただきます。絶対これはアイスが一番合うじゃん。うまい。めちゃめちゃうまいね。ここ食べます。焼き菓子みたいな。マジ。うん、チョコすごい。チョコすごいよね。めちゃめちゃ美味しい。あ、抹茶のお菓子だわ。ね、そうでしょ。そう、抹茶のお菓子の味するよね。なんか全部ね、本当にお菓子になるから、お手軽お菓子って感じ。スーパーカップ1個、あのスーパーで買ったら100円しないから。うんうん、鉄板になってね。パンも多分ね、6枚入りみたいなんで150円とかでしょ。なんで、こんだけやって500円以内だよ。うんうん、すごいよ。その辺のパンケーキ屋さんに来る全然コスパいい。完食しました。ごちそうさまでした。いや、結構ペロッと増えてる。うん、めちゃくちゃうめえ。いや、マジ今回スーパーカップの完成を感じた。なんかフレンチトーストじゃなくても美味しいと思う、多分。ああ、確かにね。お菓子のアクセントじゃないけど、お砂糖の代わりに
バニラアイスですとお砂糖入れるやつだったら絶対バニラアイス入れても美味しいと思うから。ああ、それは入れてるかも、うんうん、なんか美味しいものができそう、ね、今後のスーパーカップアレンジレシピのね、動向を見守りたいですね。うん、美味しかった。みんなもじゃあぜひ、ね、夏のデザートに簡単なのでね、やってみてください。はい、以上、空気系アンドコロでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。すごい、人の家でなかなか見ないよ、このアイスのやつ。いやいや、アイスのやつ、これまず全家庭に備わっております。